五感の下一つには功の多少を図りかの来所を図る二つには己が徳行の前欠を図って苦に応ず三つには心を防ぎ都賀を離れることは尊敬を衆とす四つにはまさに良薬をこととすることは行行良善がためなり 5つには、浄土のためのゆえに、今、この時期を受く。簡単な訳分。1、この食事がどうしてできたかを考え、食事ができるまでの多くの人々の働きに感謝いたします。2、自分の行いが、この食をいただくに値するものであるかよく考えます。3、 心を正しく保ち、誤った行いを避けるために、好き嫌いをせず、むさぼり食うなどの過ちをしないことを誓います。4. 食とは良薬なのであり、体を養い、健康を得るためにいただくものです。5. 今、この食事をいただくのは、自分の道を成し遂げるためです。